必ずやこの経験を生かし役者として業界に爪痕を残します。いい話ちょっとこれ読んでイライラしてどうぞ。っていうことで板倉武史デブエッド計画。なるほど。で板倉の24時間追って毎日何を食べて、はい、体が動くためにどういう筋トレをして体を大きくしていくか、うん、で1ヶ月間でどれぐらい体重をちゃんと増やせられてどれぐらい筋肉をつけれるかっていうのをあなるほどちょっと密着しておいたい。まずちょっと今の現状を知りたいから一回脱いで一回塗りますよ。はい、92.3 です。痩せすぎじゃん。書類で落ちたみたいな場合はこれは企画ごと、いや続くあ、なるほど、それは続けていくと。わかりました。1ヶ月間どこ目指す？3桁は目指します。じゃからのからの110いけるのかな。110を目標に。題して、はい、板倉武史デブエット110キロへの道よっ2週間後もう一回この場でチェックします。はい、せっかくこうスタッフさんも使って機材もやってくれてるわけでちゃんと結果出さないと男が去ると思う。真剣に太ってなおかつ動ける男になりたいと思います。デブエッタ、早速この時間からちょっと飯食いに行きたいと思います。ごちそうさまでした。 95.1 キムチのせですね。 96.0 ですね。 96.0 ここだね、壁が。これのキムチサラダですね。ほら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 、あれ伸び悩み、がっつり実技ですね。これ麻婆豆腐です。来ましたね。あとナイスでってれー。はい、失礼します。近い。お疲れ様です。はい、わかります。ほら 96.5 です。一旦 OK かな。そんな頑張ってる板倉にいい話があります。書類審査通りました。おいしょ、どうぞ。ありがとうございます。次の目標は知事面接を通る。頑張っていきましょう。ありがとうございます。頑張ります。はい、というわけでですね、本日ついにオーディションの日がやってまいりました。頑張っていきます。とりあえず全力でやれることができます。はい、というわけでですね、ただいまオーディションが終わりまして、悔いはないですかね。この前受けてもらったオーディション、はい、行ってきました。一時結果が出ました。残念ですがオーディション通過ができませんでした。そうですね。いやいや、ちょっと時間があったので、正直まあ薄々そうかなって思ってる自分もいたんですけど、今後どうするか。いやもうどうしましょうねこれ。残念な結果にはなってしまいましたけど、ちょっと時間はかかっちゃうんですけど、本格的に動けるのは9月からぐらいになると思うんですけど、ちょっと一回年内を基準に3桁を超えた体重プロフィールに乗せつつ、デカキャラ世代、同世代のデカキャラの中で自分も割って入れるような
新しいポジションの役者を狙いたいなっていう気持ちは本当にあります、ね、改めて聞きます、やりますかやりませんか。やります。いやもちろんやらせてください、頑張りますんで。久しぶりです皆様、ついに迎えましたデベと、多分最終章になってるんですかね、この動画が9月の頭ぐらいからですかね。パーソナルトレーニングジムで鍛えております。でですね、体重の方は今現在なんと体重こちらです、ドン、はい、わかりますかこれ。初めて体重計で3桁超えました。ちょっと自分でも引いてます。今の食生活はですね、朝起きたらプロテイン飲む、で朝ごはん食べる、昼普通にご飯食べる、大体まあ昼か夕方に筋トレ行くんですけど、その合間にも、おにぎりとちょっとタンパク質プロテインだったりを取る、で夜ご飯食べる、寝る前に、軽く食事をするという、1日6回ぐらい、パーソナルの先生曰く1回でドカ食いする、お相撲選手さんのような食い方もいいんですけども、よりこまめに常にこう空腹を作らないことが、まあ、筋肉の成長にもつながるし、で体重の増加にもつながるということで100キロを超えたと。ちょっと舞台の本番前とかはね、なかなか食事できないもので、今もう昼の1時ぐらいですかね。朝からアンパン1個とモンスターしか食えてません。本番前ね、集中したいからね、食えないんですよ。舞台中、本番前とかはね、集中するために食べ物食べないんで、今からがっつり食べて体重キープしたいと思います。2今日はですね、なんと差し入れでハンバーガーをいただいてまして、本日ハンバーガー5個食べました。マクドナルドのハンバーガー5個食べたのはね、人生初めてですね。多分体重結構キープできてるんじゃないのかなと思います。舞台の本番中も体重100キロキープできてるのか。ほら、ちょっと今まあ上着着ちゃってるとはいえ102キロですよ。この割がね、2キロあるわけないんで、100キロ以上キープできます。現在の体重を、測りたいと思います。体重が 100.2キロ、体脂肪率が 27.9。 本番中お腹壊すの嫌でプロテインをちょっと避けてたんですよね。なんで明日以降はまたプロテインも入れつつガツガツいきたいと思います。深夜2時に今米2合炊いて食ってますよ。マネージャーさんからいただいたカレーとご飯でやってるんですけど、レトルトカレーもう2個目だから2個食っちゃってるからね。米2合完食しますよ。うまっ、うまい。2個目でうまいってのすごいからね。というわけで体重ですが、いいですよ、結構いい感じです。 102.4キロ、 29.1%。 鶏肉を蒸したやつと、アボカドで、カレーで、ほうれん草ですね。お昼ご飯と味噌汁食べ放題のとこあるんですけども、追加したら同じものが出てくるんですけども、ご飯5杯、味噌汁6杯いきました。ラーメン丼にほぼパンパンにご飯が入ってると、まあ、ちょっとね、問い合わせにはアボカドも食いつつ、あ、でもいいね、103キロで出るようになってきたね。近所に買ってやから、夜6時ぐらいにロースカツ定食食べたんですけど、今、なんとカツカレー食べてきました。メリークリスマスですね。
ショコラトルテケーキと、いちごのショートケーキです。ラーメン、ご飯、餃子。今日はちょっと仕事も頑張ったからね、ちょっと外食でですよ。というわけですね、本日ついにデベット最終章の最終回のカメラとなっております。本日の昼ご飯ですね、いつも通り天狗という居酒屋に行きまして、ご飯味噌汁食べ放題4杯ずつおかわりして、もう腹パンパンで、今から追い込みかけます。マクドナルドでですね、今ハンバーガーめちゃくちゃ買ってきました。頼り焼きバーガーというわけでね、今からこのハンバーガーを5つ食べて、もう水もガンガン飲みます。で、なんとか体臭を極力ピークに持っていった状態でマネージャーさんと電話して、デベットの結果報告にしたいと思います。皆さんごめんなさい、自宅からの配信で申し訳ない、これはね、もう時代のせいです。ということで今からハンバーガーいただきます。不思議と食えます。味変えとるということは飽きが来ない。最後のデベット最後の食事です。いただきます。クワガいただきます。おいしい。そっか、最後なんだな。いろんなもの食べてきて、本当にこれが最後の食事です。今自分の中でものすごい今考えるかい。こっからのイタグラを見守ってほしい、見守ってほしいというか見ててほしい。必ずやこの経験を生かし、役者として業界に爪痕を残します。5個目も完食です。あ、もしもし。もしもし、お疲れ様です。あ、皆さん声聞こえますかね、マネージャーさんです。はい、はい、はい、お時間になりましたので、それはちょっとじゃあそうですね、体重の、はい、最終結果をお伝えいただければと思いますので、それでは乗ります。お願いします。いつもと同じ体重計です。はい、出ました。嘘偽りなしです。104.3kg です。デベット終わって、なんかその今こういう風になりたいなっていう体とかもちょっといろいろ考えれてはきたんで、なんかその筋肉ついてる上でそういうポジションの人ってあんまりいないなとは思ってて、そうですね、そこで名前が上がるような俳優には本当になりたいなと。まあ、企画はね、これで終わっちゃうんだけど、ね、はい、まあ、体作りっていうのは変わらずに今度やったんだよ、やっていた。いや、もう続けようと思ってます。はい、ちょっと思い出してましたけど、はい、110キロの目標を達成したら何がしたいって言ってた記憶ある。何が、あー、そのあれですよね、なんか仕事をくださいみたいに言って、いや、もうそれはね、やっぱりもう仕事しかないですかね。もう仕事しかないですかね。もう仕事しかないですかね。でも実際に110キロいかなかったと、まあ、こういう雰囲気になったっていうのは、はい、もう目に見えてわかるので、はい、で、ちょっと気に入ってくれた人がいて、え、一個仕事が決まりました。え、本当ですか。しかもレギュラーです。え、はい、え、言ってくれないですか。言わない。え、ちょっと待って、お前のやつじゃないですか。